クモ学は、クモのほか同じくクモ型綱に属する、サソリ、カニムシ、ザトウムシなどのクモ型類について科学的に研究する学問である。ただし同じクモ型類に属していてもダニに関しては、クモ学では扱わず、独立にダニ学と呼ぶ場合もある。また、中でクモの実について研究する学問は、アレイネオロジーとも区別される。 雲を研究する学者のことを雲学者という。雲学者は、第一に、雲の分類を行う。雲の種類は大変多く、二つの種類の雲が全く同じように見えることもあるし、同じ種類の雲が様々な特色を持ち別の種類であるようにも見える例もある。雲の種類を判別するには往々にして、顕微鏡を用いなければならない。 1678年にリスターは、クモ類を8眼類と2眼類に分けたが、これは、現在のクモ型類における、クモ類と、ザトウムシ類にあたる。これがこの分野の始まりとされる。リンネは、節足動物をすべて昆虫類に含めており、クモ型類を昆虫とみなし、ブハネ昆虫類に含めた。1802年に、 ラマルクがこれを整理して六脚類の実を昆虫砂とし、ブハネ目を広角砂と、雲蛛型綱に2分した。ただし、この雲蛛型綱には雲蛛型類以外に、タッシ類と海雲類が含まれていた。分類にあたって、どの形質を重視するかは、大きな問題である。雲においてはその修正や目の数、諸般や、鬼門の数など色々なものが取り上げられてきた。 日本のクモ類に関しては、日本では、斉藤サブロー、ヤギヌマタなどによる図鑑が1960年頃、次々に出版され、それぞれに、かなりの種数を紹介し、クモ類研究の裾野を広げるのに大きな力となった。それ以降、ごく少数の専門家が、クモ類全般をカバーする状況から、次第に、各分類群を専門とする専門家が現れるように、 なり、研究が大いに進んでいる。しかし、未だに不明種の多い分野もあり、また見直しによって隠れた種が発見されている分野もあり、今後の進展に期待する部分が大きい。なお、図鑑に関しては、写真図鑑やポケット図鑑なども出て、不自由しない状況にあるが、最新知見とは食い違いがある。ザトウムシ類については長く続きただし進むが、 専門家として広く研究を行い、分類研究はかなり進んでいる。ダニ類については、ダニ学に譲る。それ以外のタグインについては、種数が多くない。生きているクモの行動は、標本の形態を調べるよりも難しく、手の届かないところに住んでいるものも多いため、クモの行動学についてはあまり進んでいない。しかし、いくつかの興味深い行動的特徴については、 古くから注目を浴びてきた。クモ類に関してはその網が、その構造、増毛行動の複雑さなどから注目された。また、サソリを含む多くのもので、配偶行動、特にコインダンスが注目された。また、クモ類は野外における典型的な小型の捕食者として、その働きが研究された。農業害虫の防御のための点滴利用を、 目的として実用的研究が行われたものもある。日本の蜘蛛類研究は、江戸時代後期の本草学に遡ることができる。貝原駅剣や小野蘭山などの書には蜘蛛に関する記述が見える。他方、生物学の手法の下で、日本の蜘蛛類の記載を行ったのは、ドイツのルートビヒコッホである。彼は1877年に、日本の雲類ターシェを出し、 これに29の新種を記載した。なお、標本の採集は、ローレッツである。その後カルシュやデーニッツ、シモンラによって少しずつ日本の雲類の記載が行われた。それらを受けて、ストランドがベーゼンベルクとの協調で、日本の雲を出版した。これには400種以上がずっと共に報告された。これは、それまでの報告とともに、明治初年に来日し、 東京医学校の解剖学教授であったデーニッツの最終品に基づいている。この頃から次第に日本人の研究者も育ち始め、岩上健吉、奥村多中、岩川智太郎、岸田久吉らが初期の研究者として知られる。岸田を中心に発行されたランザニアが1929年より曇りと動物学の専門誌として出版されたが、 三巻十二号以降は不定期になった。1930年には日本で初の雲に関する単行本として、湯原誠二の雲の研究が出た。1936年には東亜雲学会が設立された。これは当時は世界で唯一の雲類の学会であった。アレイネオロジー、オリジンミーニングオブアレイネオロジー、バイオンラインエチモロジーディクショナリー。 www.eteymonline.com2019 年9月30日閲覧内田監修 P24 から 25P221 ありがとうございます